赤金ミュージアム2階で第56回新居浜春の市民文化祭美術の部が開催されています。この催しでは新居浜市民が作成した日本画や書道作品、工芸品などおよそ430点が展示されています。13日はナイトミュージアムと題して、日中に来場できない人向けに午後7時30分まで会場時間が延長されました。さらに各分野に優れた講師およそ18人も参加。作品を鑑賞するだけではなく、質問をしたり作品についての裏話を聞くことができる場となっていました。また太鼓台ミュージアムやカフェなどもこの日は時間を延長して営業していました。そんな簡単にはそぎ落とされるね。いや、掘ってから形がこういうになっとるけん、こういうの。まあ、今日作者が来られてね、ただ作品をこう自分が鑑賞するのではなくてお話ができる、そういう時間が取れたというのも非常にこう非常に有意義なことではなかったかなと思います。赤金ナイトミュージアムは今年初めての取り組みで、来年以降も講師を招いて開催される見通しです。